なんとこれには秘密のモードがあったんだよ。秘密のモード？はい、当時そんなことは知られてなくて、もう時効になって川崎の開発人の方々の内部文書が出たっていうふうに言われてます。そういうこと。もちろんそういうものが取り付けられるようにってこのカウルの形も考えて市販車とこうやって作られてたって言われてます。無理せんとね、ダメだと思ったら直線で止まってください。はい、ジェントルの山本です。エビちゃん、はい、これマジな話、朝6時半、はい、眠たいな。眠たいですね、はい、でなんとこのオートバイ、今日のおしゃれうちが仕上げたバイクになります。おなんだけど、うん、いきなり今日のおしゃって聞いたから、はい、撮影してないやん、お客さん撮っていいですよって言ってくれたんで、ちょっとねこれから行かないといけないところがあるんでね、はい、6時半から撮影してます。はい、テンション一気に上げて上げていきましょう。なんとこれには秘密のモードがあったんだよ。秘密のモード？はい、エンジンの時にね説明しようと思います。はーい、これねターボのバイク。あ、ほんとだー。そう、これ実はね川崎のターボ車。川崎のターボ、日本のメーカーでいうと、はい、ホンダ、ヤマハ、スズキ、川崎とターボ出してきたんだけど、最後の最後に川崎が1984年に発売、82年に確かねショーで市販モデルを出しますってことを発表して、で84年正式にねデリバリーが始まった川崎750ターボっていうオートバイです。んー、これみんなね Z とか、うん、GPZ750 ターボとかっていう方もいらっしゃるんだけど、うん、正式名称は750ターボっていうオートバイになります。で今回はフルオリジナル、フルストックで、これね当社がアメリカで買い付けてきたもので、はい、走行距離は8948マイルで、今回はこういうところも色は塗らないでねってことでオリジナルの塗装のままで進めてます。だからこれね全部オリジナル塗装で、そうやね、補修したところ塗ったところっていうのはないんじゃないかな。はい、もちろんパーツは徹底的に油脂類、消耗品、ゴム類、これ実はこの辺見えても一回バラバラにして組み直します。うちがターボ納車するときは必ずお客さんと相談はするんだけど、うちでターボ買っていただいたらまず燃料ポンプ、これ燃料ポンプ命なんですよ結構。でこれは代替品があるので燃料ポンプを変えていただいて、でタービン、タービンはターボの専門店で全部ねオーバーホールしてもらう、シールも全部変えて、そして現在ついてます。しっかりと整備が終わってるので、うん、今回ご紹介していきたいと思います。最後エンジャー、もしまたがって足つきがいけるとかいうことであれば試乗まで行ってみましょう。このターボの基本スペックね、これ 738cc の112馬力、急旋回転で発生します。でトルクなんだけども、最大トルク 10.12kg を6500回転で発生するエンジンとなってます。やっぱりねマックスパワーと回転域が離れてるのはターボがついてるから、ターボの荷球が始まった時のもうちょっと高回転でフル馬力って言ったところになります。これエンジン自体はザッパー 650cc の基本設計として、進化モデルの 750cc のもう最終形になります。それにね下級機がついたって感じで、これなんと当時世界最速を目指して作られてます。要は1970年代後半にね排ガス規制、そういったものがね出てきたので、それに対してこの時代のフラッグシップっていうと GBZ1100 っていうものがあったんだけど、ちっちゃいエンジンで大きい出力をっていう形で 750cc に下級機というのがその時代の流れでした。ちょっとねその下級機っていうのはこれを最後にねターボモデルっていうのは消滅してるんだけど、その1970年代後半の開発者たちはこういったことを一生懸命トライしてた時代になります。当時ね04で世界最速取ってたのが GPZ1100、 今もそうだけど川崎のバイクって常に最高速ねとかを狙っていってるんだけど、GPZ1100 が11秒フラットで04を走ってた時に、なんとこのオートバイボーンと 750cc で出てきて10秒71で世界最速の04タイトルを取ってる市販車になります。1984年当時だけど、それぐらい 750cc にターボつけて速かったと言われてるオートバイです。やっぱり最後に出てきただけあって、うん、一番市販街中で走っててスポーティーで速さを追求されてるバイクだなっていう感じがします。さあ、ゆみちゃん、はい、このねもうメーター周り見てもらったら、はい、まあ、当時のね GPZ シリーズとほとんど共通なんですよ、うん、違うのといえばブースト系。ああ、
はい、これはね ETC になります。うちがつけてる日本の ETC ね。はい、でもこれねブースト系っていうとターボに加圧がかかった時に圧力を見るやつですね。まあメーターはね260キロまで切ってあって160マイルのメーターになります。アメリカなんでねどうしてもこんな感じになります。はい、タコメーターは1万2000回転まで、まあ1万からレッドゾーン9000回転が最高出力になってるので、まあそこから先っていうこの1000回転っていうのは正直ブースト圧をかけるかかけないかとか、そういうところで変わってきます。今だったらね結構そういうのの調整のね製品とか出てるんだけど、オートバイにはなかなかなくてね、車のものをよく流用したりしてブースト圧かけたり下げたりとか車両を上げたりとかっていうのがあります。でさっきも言ってたと思うんだけど秘密のモードがあるんだよね。はい、まあ、これは後で、はい、引っ張る。いや普通の GPZ と大きく変わってる点っていうと、うん、ここなんですよね。おアンダーカウルとアッパーカウルの間に、はい、こうやってアルミのねダイカストのねものが入ってるんですよね。これ、はい、これねちょっと後で説明するんだけど、まあ、それが直接かどうかわからないけど、こうやって分割式になってる中にこういったものが入ってるのにはちょっと訳があるんだよね。あ、そうなんだ。はい、でねこのリベット風なんだよね。これ決してリベットじゃないんですよ。ちょっと攻撃的なスタイルでデザインになってます。これが普通にはないターボの証ですね。へえ、はい、結構これね言うとなくなったら嫌なんだけど、まだ川崎からこのリベット出てたよ、この間までは。もうなくなってるかもしれないけど、この一個一個がね飾りのパーツなんだけどね。はい、飛んでる分出ました。ここもアルミで作られてて、マフラーもこれ実はブラッククロームされてて、黒のメッキでね精悍なスタイルになってます。かっこいいね。でもちろんねリアのスイングアームはリアはユニトラック、当時の川崎のね先端技術で作られてるオートバイになります。まああとはねちょっと変わってるところで言うと、スタンドにセンサーがついてて、スタンドが上がってますよ下がってますよっていうのをここでねパネルでね表示することができて、もちろんインジェクションなんで、ここにフューエルポンプがついてて、加圧したガソリンをフューエルインジェクションでコンピューターが計算した量を出してターボのねタービンで加圧することによって出力をどんどん上げていくっていうシステムがターボなんだよね。へえ、みちゃんターボってどれって言うとね、うん、ここにあるのがターボなんだよね。どれ？よいしょ。これ要はねエグゾーストから 1、2、3、4気筒1個に絞るんですよ。へえ、1つになってその排圧でここのタービンを回すの、見えるかな、ここに丸いカタツムリみたいなのがあるんだけどね、この下に。でそれでタービンを回して、はい、回った後の排気ガスは後ろのマフラーへ出ていきます。で回った反対側、排気ガスで回した反対側のタービンで空気を圧力かけて送っていく。その圧力かけられた空気がなんと後ろからこうやってパイプで上がってくるんだよ。そしてこの中に混合機、ガソリン、インジェクションで入れたガソリンを一緒になってガーッと送り込んで出力を上げるんだよね。だから普通のものよりもローコンプなエンジンが多いです。へー、ローコンプレッションで。そうやってね実はターボっていうのは小さいエンジンの中にたくさんの混合機を入れて爆発力を上げるというシステムになります。思ってるよりも実は単純な装置なんですよ、ターボって。何が難しいっていうと、回転数に合わせて燃料が薄くなっちゃうね。ここにたくさんの燃料を入れていくっていうののバランスを取るのが難しいって言われてます。へで今までキャブのターボとかはたくさんあったんだけど、これはインジェクションターボなので、この間だと CX、あの CX もインジェクションターボです。はい、海外行ってしまったね、はい、あの子なんですけど、ね、うん、はい、でさっき言ってたエンジンの話なんだけど、エンジン、はい、実はレースモードっていうものがあって、おこれねレースなんかすごい最新な感じがしますね。いやでしょ、うん、84年なの、はい、これね、うん、ちょっとこの中に入ってんのがコンピューターなんですよ。へえ、でね、うん、どれだっていうのは言いません、言わないです。だけどねこれは設計段階からこのオートバイでのレースへの参戦も視野に入れてたので、フューエルインジェクションユニットもある一本の線を切断するとブーストアップと噴射量の増量を行うレースモードのマッピングがこの中に入ってると言われてます。へー、僕の知り合いでやったっていう人もいたんだけど、僕はやったことないんで何とも言えないですけど、これは本当の話だし、もう設計段階からこれで市販車レースに参加する可能性があると。その時にはもうたった一本の線をポンと切断すると、うん、川崎の設計陣が裏でマップを描いてこの中に入れてて、きっとだから9000回転で最高出力って言ってたんやけど、それより上で最高出力が出るモードが、うん、結局9000で守ってるっていうのはやっぱり1万からレッドゾーンのエンジンを9000で守ってるっていうのはやっぱ加圧が効きすぎたらいかんから、どっかで燃料供給止めてると思うんですよ、リミッターで、うんうん、
それを外すモードがどの線かはあれなんだけど、パチンと切るとドーンと、いうふうに言われてます。これ当時この野良探しとはそれをやってる人はいるかもしれない。いや、いなかったと思う。あ、いなかったの。なんでかというと当時そんなことは知られてなくて、もう時効になって川崎の開発人の方々の内部文書が出たっていうふうに言われてます。そういうこと。もちろん当時レースやってる川崎のワークスの人たちは知ってたと思う、だけどこれがレースに出ることがなかったので。あ、そうなんだ、はい、そこでもう一つが設計段階から、このターボにね、入れる、フレッシュエア、この下級するエアね、これをなんとタービンに直接走行の風を送り込むインテークを作って、そのままターボのインテーク側に入れるという、まあ言ってみたらインタークーラーターボみたいなもんだよね、それをこう走行風も利用してっていうものも設計段階から並行して作られてた、川崎純正レース部品で。へえ。そういうものが取り付けられるようにって、このカウルの形も考えて市販車とこうやって作られてたって言われてます。そういうだけど結局それは生産されることもなく、レース参戦することもなく、レース用部品が出ることもなく終わったっていうのがこのモデルです。へえ。そうなんだ。面白いでしょ。面白い。だからなかなかね、このターボのモデルっていうのは歴史的に見ても、なかなか面白いモデルでね、日本のモーターサイクルの歴史をね、本当ですね、はい、物語る面白いモデルになります。面白い。これ1984年当時すっごい高価なオートバイだったのよ。 GBZ1100 ももちろん逆輸入車で、当時は日本には 750cc までの販売しかなかったんで、自主規制でね。じゃあこれ日本で売られるのかなと思ったら、下級機をつけてしまったために、これは海外専用モデルになってしまって、日本では一般販売はありませんでした。へー。でそんな時に逆輸入で売られてた時、為替のこともあって、1984年当時このオートバイっていうのは約230万から250万円で日本でプライスタグがついて並んでました。え、高っ。そうなのよ。だからね、結構みんな旧車高い旧車高いって今でも言うけど、1984年も非常に高いオートバイでした、ね、だからなかなか手に入らなかった。その頃の初任給は13万円。なかなか大変高価なオートバイだったんだよね。なんせその時の川崎のフラッグシップモデル GPZ1100 よりも高いオートバイでした。1984年といえば、これ一つ大きな問題があるね、はい、前にもやっちゃってさ、1984年のバイク、これだ。そうなのよ。でもなんとか1984年といえば、はい、ちょうど本当に僕オートバイに憧れて憧れ出した頃で、FZ400R っていうバイクが出て、もうね、森脇フォーサイトとかつけて走ってんの見たらめっちゃかっこよくて、TTF3 とかのレースにね、皆さん参戦したりしてて、デュアルヘッドライトがついたとかね、そんな時代流行ってたファッションがスタジャンじゃん。スタジャン、あれこれさ、1984年に流行ったのがスタジャン。今年も流行ってんねんで、俺大好きで、今年もこうだもん、ニューエラーかっこいい。でも本当はこれ RS 太一さんとのコラボモデル。おー、本当だ。この動画で見ましたよね。そう、この動画に出てるやつね。ちゃっかり買われてたのね。1984年、この年に社名変更した会社あるね、知ってる？東京芝浦電機。これが東芝っていう会社になったのが1984年。もう少し僕らに馴染みの近いところであれば、ユーノスロードスターとか乗ったことある？ない。知らん、ユーロス、ユーノス、ユーノス、ユーノスロードスターとか。東洋工業株式会社がマツダ株式会社に変わったのが1984年。マツダさんの名前に変わって39年、でそのマツダあるあるね、なんとその57年前、東洋コルク工業っていう会社、コルク工業、そう、会社で歴史ありやね。ありですね。川中なんかだってね、昔はね、はい、戦闘機作ったりって、今じゃね、潜水艦とかね、発電所とかね、500炉とかね、いろんなもの作られてますけど、世界の川崎重工業。1984年、あの頃流行った曲といえば、わらべ。わらべ？え、もしも明日が。わらべのもしも明日が知らない。知らない。中森明菜、北ウィング。チャゲ&アスカのチャゲが女性の歌詞と歌ってたのが二人のアイランド。一曲やね、当時の。わかる。結構、ベスト10に入ってんのんじゃん、この辺の曲って。安全地帯、ワインレッドの方が。あ、これは知ってますよ。これ1984年。はい。で、もう、なんか今日行かなきゃいけないとこがあるって。何？尺足りてる？尺はね、多分もう足りてる。12分。12分に。お願いから、これだけは言わせて。1984年のヒット曲といえば、チェッカーズ。チェッカーズなんでね、ベスト10に何曲も入ってたんちゃうかな。涙のリクエスト、悲しくてジェラシー、星屑のステージなんか全部トップ10にドーンって入っとった時代。うわぁ、1984年やったら俺全部記憶にあるわっていう感じのね、はい、1984年でした。はい。さあ、じゃあエンちゃん、操作方法を教えるんで、いけそうだったら試乗行ってみよう。もうね、乗り方はね、簡単。もうこの時代のバイク慣れたでしょ。キーオンにする。キーオン。今こうやってウィーン。
い、これ今燃料ポンプが回って今圧力スイッチが効いて止まりました。クラッチ握る、セルを押す。この線はクラッチを握ってセルを押す。そうです、キルスイッチはもうこれでキルスイッチね。で押すと発電量が見えます。あー本当動いてる、はい、ここにボルトってあるやん、うん、押したらボルト、おお、はい、でまあこれはリセットのドリップ、でこれがハイビームロービーム、でこれハザードね。あ本当だ、ハザードもある。はい、でいつもの今日の方はあれやね、ちょっと尖った方だよね、うん、はい、そんな感じになってます。はい、さあエミちゃん、はい、乗ってみましょうか。ょう無理はしないでね、はい、これも今日お客さん、今日のお車のバイクやから ね、お客さんの許可もらってます。はい、今日も試乗時はうちは胸部プロテクターは絶対です。皆さん安全のために胸部プロテクターをしましょう。いざという時ね、こけたらあかんね、でも本当に何かあった時のためにね。あ、ちなみにこれ聖チェンですよね。うん、聖チェン、聖チェン懐かしいな。これ逆チェン、聖チェンって言う、それな、走り屋の話やでよ。山攻めるんじゃないんだから。グラブはいつものジニアスナイフ。ジニアスのねグラブはどうやったら使いやすいかはあの動画で、あの動画でお願いします。僕芸人ちゃんと絶版車苦手です、 J トレードさんの看板は絶版車苦手ですとか書いてあるんやろね。おお、スムーズなスタート、無理せんとね、ダメだと思ったら直線で止まってください。はい、走りやすいかもしれない。そうだってターボ効いてないもん。あ、そうか、そうだよね、うん、やっぱりターボは高回転で効くから、うん、高速道路でバツンと開けないと、うん、ターボの面白さがないかもしれないね、そうなんだ、うん、これは次回お客さんに納車してお客さんがツーリングかなんかの時に今度一回いいよって言われたら試してみましょう。でもねこれコーナーの途中とかで本当に開けてパンとターボが効くとうわーってこうトルクがかかった瞬間が面白いオートバイです。そうなんだ、僕乗ってた。あ、そうなんですね、うん、自分乗って持ってました。はい、こんなんで乗れました。はい、どうもありがとうございました。バイバイ、バイバイ、乗り越えて最後笑ってハイファイブ。